タイトルこれでいいですかって聞いてきてくれてんけど、いや、ええわけないやん。年末ぐらいかな、バシコバさんから連絡来て、で、何のやつやったのか未だに分かんないですけど、なんか僕のね、この前のパンドラのネタをなんか動画、YouTube に限定公開でアップして、まあ多分誰かに見せるようやったと思うんですけど、まあ誰かに見せるようで、多分俺が知らんところで多分何かに落ちてるんやろうけど、なんかその動画、YouTube タイトルの動画、俺のネタが、パンドラでやったやつが、まあ、人の庭で勝手にくつろいでる人みたいなネタをやったんですよ。で、バシコバさんがその YouTube の俺のネタにつけてくれたタイトルが、あの、帰りますっていうタイトルをつけてて、いや、その、わかる。で、俺、バシコバさんはタイトルこれでいいですかって聞いてきてくれてんけど、いや、ええわけないやん。その、もうちょっと考えてやんみたいな。その、別に何でもいいのよ、ほんまに。なんか不審者とかでもいいけど、帰りますはちゃうやん、落ちるやん、それはもう帰りますは絶対に落ちるやん。動画これ作家さんに見せて、帰りますのネタ見いひんて、誰も帰ってくださいだもんだって、それは